赤星です。どうもサクサクミルク赤崎です。はい、しおです。よろしくお願いいたします。はい、さあ今回は混ぜそば麺混ぜろ小岩店というところに行ってまいりましたけども、はい、こちらね、なんとですね、小岩駅からまあ、ここ1分半で着くんですけども、まずね、見ていただきたいのは4月14日にオープンしたばっかりという、よいしょ、おめでとうございます、オープンしたばっか、オープンしたばっかりで、よいしょは414です。あー、なるほど、ちゃんとかかってたのね、よいしょ、なるほどね。しかも四つ街道市にあの1店目があるという千葉県四つ街道市の、赤鬼というお店の2号店ですね。うん、赤鬼は二郎系じゃないんだけど、2号店で急に二郎系まぜそば専門ということで、あ、店名は変えて、そうなんですよ。なるほど。で、基本メニューはマゼロ、和風マゼロ、うん、そしてレディースプランという、まあ、女性向けの、はいはい、サイズのものでして、あと大と、ね、まあ、豚増しなんかありますけども、うん、デフォルトで豚1か2かを選べるよということで、はい、もう今回は豚2枚を選択しております。はい、お店でございます。そこで、このようになっておりますね。うおー、野菜に見たら油が、このチーズも足しております。何がどれか分かんないいろいろ乗りすぎて各種マシマシはできませんが、濃さも辛めまでなんですよ。このボリュームなんで、これ出されてもラーメンとは思わんな。あ、そうですね。これは丼にも見えますね、丼物にも見えますけども、まあ、まずはね、豚なんですけども、はい、これがですね、もうこれうますぎるんですよ。はい、ほんとにうまい。甘辛いタレがですね、もう中までギューッと入ってて、で、うん、その、まあ、煮込んだ関係で、まあ、噛む必要ないぐらいほろ豚なんですね。で、まあ、あまりにうまいので、こうチーズ豚をちょっとこう作成していこうということでね。そうですね、これは。いやー、これがまたね、危険すぎるうまさ。危険すぎるうまさ。危ない、もう本当にうますぎてね。チーズのまろやかさ、酸味、これが豚の甘辛さと交わって、もう何を言ったらいいか、もうセリフが出てこないぐらいのうまさ。そう。ね、もう言われねえと言って。上手ではあるけどね、豚の。さらにね、こう豚追加しなかったのをこうちょっと公開するぐらいの、そのぐらい前に、もう行った人は絶対足してくださいよ。で、まあ、続けてね、こうデフォの生卵を崩していきます。はい、必ず乗ってますんで、混ぜる間にこうどっかで溶けちゃうよりも最初の一番濃厚な部分を味わうのが僕は好きなんで、一気に食べちゃうパターンで、そうです、おすすめでございます。で、まあ、野菜量はマシなんです、マシまでなんすが、かなり多いんでね、これ大とか豚追加したらよく考えてくださいね。だいぶ多いですよ。またあのカウンター狭いんでね、こう絶対通してあげてくださいね。あ、そこはね、ちゃんとしっかりと太ってるから。ああ、僕のボリュームのせい、もしかしたらね、普通に通れたかもしれないね。いや、そんなことない。でここ出っ張ってるからここね、腹すごいんだから、はい、今回見えない上着をね着てますけども、極太の、革麺ということで、うん、ほぼストレートな麺なんですけども、革麺だとね、こう麺にザラつきがこう出るんですね。なのでワシワシ感とかワイルド感がこう増すので、はいはい、今回のこの混ぜそばには適切なんじゃないかと。なるほど、うん、素晴らしい麺の選択をしているようです。でもレンゲはこれ入り口に置いてあるんですけども、どこにあるんでしょうかって店員さんに聞いたら、今回取ってくれたんだけど、セリフで取ってくださいよ。だからちょっとハニカムなんですね。ああ、そうです。ちょっとはい、光景も出てますけども、ただあ、お水とかもね、実は入り口横にあるので、取ってから着席しないと、別のお客さんで、ちょっと狭いから狭いからね、取っといてね。はい、でやや辛ニンニクとデフォルトのフライドオニオンがサクサクとして美味しいよという、うん、なるほど、ですね。まあ、あの実はオニオンも混ぜるから50円、オニオンも混ぜるから好きな方は買ってください。はい、まあね、サクサクといっちゃってますけどね。ね、サクサクね、サクサクといっちゃうの、どっかで聞いたことがあるんですけど、どっかで聞いたことある、聞いたことあるね、どっかでね。序盤にね、こう豚の甘辛さが効いてるんで、後半の胡椒のパンチ、これはね必要だと思います。うんうん、さらにね、さらにですよ、こんなものがあるんです、ね、ん、何をかけるんでしょうか、ね、おっとっとっと、魚粉がめちゃかけるすごいよ。やっぱりね、あの和風のね、こう混ぜろうっていうのがあるので、はい、そちらと合わせるとさらに魚粉の良さが生きるんじゃないでしょうか。まあ、普通の方に合わせても美味しいですけど、あ、なるほど、序盤にかけすぎるとちょっとね、かなりあれなんで、でここでですね、スープ割りで、スープ割りができるんですけど、これがただのスープ割りじゃないんですわ。通常のではない、そうなんですよ。こんなのとね、割りをスープを一回鍋でこう煮てくれるんですよ。あえて作ってくれるんですけども、取り損ねてしまいました。なんでそうなるの？割りスープの、なん、すいません。おい、なん、なんそれ。すいません、ちょっと、いや、あのね、だから割りスープを作ってくれてる間に一回止めたの。で、客丼ですってなった時に再生、僕が押し忘れちゃった。なん
それ。すいません、ちょっと本当にね、お楽しみ、言ったらお楽しみということですけど、マジか、90.3 のマシマシだということでね、皆さんもぜひね、こう増してもらいたいという。じゃあもう、まあ、実際に行って確かめてもらう。そう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 、ね、うん、でまあやっぱり、ね、小岩といえばラーメン二郎小岩店じゃないですか。ただね、小岩店はあのラーメン二郎小岩店15時お昼しかやってない、平日の。なるほど、はい、なので救世主ですよ。救世主。あ、他の時間帯でも。そうそう。あ、なんか、そんなに、あ、そうなんだ、ぐらいかもしれないですけど、これも、小岩の界隈で、うわーってなってる。ほんとに。小岩の界隈で。界隈で。小岩の界隈。小岩の界隈で、二郎好きじゃなくて。界隈ではもう。界隈では。界隈では。駅前の伊東洋華堂の店員さんの、うおーってなってる。仕事中でしょ、それは。いいね。いいね。どういうこと？というわけで、皆さんもね、小岩駅行ったら、ぜひ行ってみてね。はい。プス。Thank you.